皆さんこんにちは、道楽です。久々にね、Amazon でちょっと買い物しましたということで、今日は、ワイパーさんではなかったりするので、アメカジではないです。もちろんミリタリーものでもないです。もう一つ、僕のもう一つの、柱といいますかね、趣味の柱といいますか、ちょっと前までは自分の仕事だったんですけど、カメラ関係のアイテムを買いました。じゃんと、ちょっとこの見えにくいんでね、ビニール外しましょうか。はい、もうね、今更とは思うんですけどね、思われるかと思うんですけども、ギズモンの映レンズ L っていうやつですね。皆さん、使い捨てカメラというふうに思われてるかもしれませんが、正式な名称としてはレンズ付きフィルムの、富士の映るんですですね。レンズ付きフィルムの映るんですの、そのレンズを再利用して、作られたレンズですね。なんかね、ちょっとね、ギズモンって入りながらちょっとライカっぽいね、てかどう見てもライカに寄せてるマークですよね。で、中を見ると一応なんかこんなね、ベッチンベルベット風にできたケースといいますかね、巾着と、これね、これなんかマウントアダプターみたいなやつと、これが本体、レンズ付きフィルム、繰り返しになりますけど、レンズ付きフィルム映るんですに使われたレンズを2枚、このようにね、貼り合わせているんですね。もともと映るんですで使ってるレンズはこの 1個だけなんですけど、それをこう向かい合わせにくっつけて、ガウスタイプっていうふうに言われるレンズの構成になるんですが、このようにして、もともと 32mm の 35mm フィルムのフルサイズで換算 32mm ぐらいの、焦点距離、要は広角だったものを、さらにこういうふうにして 17mm 相当のレンズにしているのが、この映るんですの、映るんですじゃないよ、映レンズ L ですね。ギズモンの映レンズ L です。で、ここネジが丸くなってネジが切ってあります。で、これマウントアダプターみたいな感じなんですけど、で、ここに、穴が切ってるんですけど、これ何なのかというと、ここにもう答え書いてるんですけど、ちょっと、出してみましょうかね。よいしょ。EOS M のマウント、 EFM マウントってやつと C って書いてますけども、これは 16mm フィルムの、あれですね、カメラ、スチールではなくてムービーのね、 16mm フィルムの、カメラ用の、レンズマウントで、 C マウントっていう、 こうスクリューマウント、ねじ込み式のマウントがあるんですけど、それと EOS M とのマウントアダプターになっています。ということは、このレンズ自体のこのここの部分ね、は C マウントになっていますね。ということで、組み立ててみましょう。以前ね、僕 C マウントについてはコダックのね、カメラの 16mm フィルムのレンズを、ご紹介してるんですけども、あれは 16mm フィルム用なので、イメージサークルがちっちゃいんですよね。で、それに対してこれはマウントとか、そのフランジバックの部分は C マウントになっていますけれども、なんせね、プラスチックなんでね、ネジも潰さないように気をつけて、ねじ込んでいきますよと。で、これですね、こんな感じになってます。これはそういうイメージサークルについてはフルサイズをカバーするものになってます。で、焦点距離が 17mm ですね。ここに書いてますね、 17mm で、 F 値は、F16 の固定になってますね。こんな薄いレンズですよ。
で何をするかと言いますと、まあね、お察しの通り EFM マウントですので、EOSM、私がね5000円シネマカメラって言ってるEOSM に装着して、で、まあ、ちょっとスチールであったり、そうですね、やはり、5000円シネマカメラなので、ローでね動画ロー動画を撮って、そしていろいろ色をねいじってみたいなと思って、ちょっと試しに、ね、買ってみました。まあどのようなね写りになるかっていうのはもう2年から3年ぐらい前ですかね、有名な YouTuber さん、瀬戸康史さんとかジェット大輔さんとか、もう多くの方がねレビューしていますので、もう皆さんご存知かと思うんですけども、まあフルサイズで撮ると周辺原稿がぐーんとねきつく出ていて、トンネル効果っていって真ん中の部分にがねこう視点が向いていくような写りになっていたり、パンフォーカスになっていますので、まあピントが合ってるようで合ってないようでみたいな、要はガチピンの部分がなかなかわからないというかね、そういう感じ、手前から手前だいたい何だろうな50センチぐらいのところから奥行き無限までなんとなくピントが合ってるっていうような感じの写りになってたり、まあそういう、写りを楽しむ、フィルム付き、レンズ付きフィルム付きレンズカメラってわけだわからない、レンズ付きフィルムカメラの写るんですの雰囲気をね、デジタルで味わうというレンズ、まあちょっとねトイカメラっぽい写りになるんじゃないかなとは想像しているんですけども、まあちょっとねこれを試してみようかなと思います。EOSM と写レンズ、この組み合わせで撮影した動画と写真をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。写真の方がねモノクロになっているのは実は、わけがありまして、カラーのね写真を見ていただくとこんな感じなんですけれども、画面の端っこの方ですね、長辺の端っこの方、まあ、今これ縦位置の写真をお見せしているので上と下の方を見ていただくとちょっとなんか赤っぽくなってますよね、色がね。これ実は、まあ、赤かぶりとかね、マゼンタかぶりみたいなことを言うんですけども、こういった超広角のレンズにありがちな、まあ、なんでしょうね、現象なんですが、センサーと、まあ、レンズの相性の問題っていうんですかね、でああいうふうな色がかぶったりしてくるんですよ。特にこう超広角系のレンズで起こりやすいんですが、まあ、実際この組み合わせで起こっちゃっていると。で動画の方はじゃあカラーでやってるのは何なのって話なんですが、あれも色温度であるとか色かぶりの値をですね、いじって、まあ、いじってっていうか要は調整してですね、で目立たないようにしてあるんですね。なぜならこの EOSM を使ってね12ビットだったかな14ビットだったかなのローの
データで、ローデータでの動画を撮影していましたので、まあ、色温度とか色かぶりが通常のね MPEG とか、H264 とかの、ものよりも、またログのものよりもこう調整の幅が大きくできますので、なんとか調整して目立たないようにはしているんですが、まあ写真の場合はこうスナップでパシャパシャいっぱい撮っていると調整を毎回やるの大変なのでまあぶっちゃけな話、撮ってる最中からね、もうこれはモノクロでいこうというふうに思って撮影しました。なので、まあ、選ぶ被写体も色でねこう目を引くようなものであったりとか、注目するようなものをスナップするんではなくて、光とか形であるとか、まあ、そのものに当たってる光の当たり方であるとか、シチュエーションであるとか、こう色とは関係のないね、モノクロ写真としてこう映えるような、まあ、被写体を選んで撮影をしているっていう、まあ、コツがいるんですけども、そういうことをやっています。対してね、動画の方はもう見ての通り真っ赤なモミジを撮りに行きましたので、あれはモノクロで撮ってもね意味がないというか、魅力がもうね10分の1くらいになっちゃいますので、あえてカラーにしてあるんですけど、まあこういったカメラのボディとレンズの組み合わせで、ああいったこう赤いかぶりが出てきたり、まあ緑かぶりあんまり僕見たことないんですけど、だいたい赤かぶりなんですけど、が出てきます。これはねオールドレンズとかを使って遊んでいても、まあ、よくよくある話なんですよ。でどういうふうに対策するかというと、モノクロにしてしまうとか、もっとこのレンズのイメージサークルに対してセンサーのちっちゃな、要は真ん中のね色かぶりしていない真ん中の部分だけを使うようなセンサーのちっちゃなカメラを使うとか、そういうふうな方法を使って、まあ、対策ができるんですけれども、まあ、今回はモノクロっていう形にしてみました。まあね、こういう古いもう10年以上前のカメラですと、どうしてもオートフォーカスの、ね、速度が遅くなっちゃうんですよね。ジージーって感じで、今の最新のモデルみたいにシュッと合わない。そうするとこうスナップを撮ってる時に、あこのタイミングでと思った時にシャッターが降りないというふうなイライラが募るわけなんですが、このレンズの場合はもうピント合わせは一切必要ないですからね。パンフォーカスでもう手前 1-2m ぐらいのところから奥行きずっとピントが合ってるような状態になってますし、あとはもうシャッターを押したらいいだけっていうふうな状況になってますので、構えてで画角を決めてシュートいう感じの、もう本当に素早く撮影することができる組み合わせになっているので、スナップを撮影するときにはね、もう本当に最高の組み合わせだと思いますよ。この組み合わせね、10年前の古いカメラだからねダメなんだろうというふうに諦めるんじゃなくって、まあこういったレンズであったりとか、いろんな周りのね、組み合わせを使って、まだまだ使い道があるんですよということを皆様にお伝えしたいなと思います。今回は10年前の古いミラーレス EOS M と、ギズモンさんから出てるね写レンズ、富士フイルムのね写ルンデスのレンズを再利用した、ミラーレスカメラ用のレンズなんですけれども、それを使って、動画を撮ってみたりスナップを撮ってみたりという、ご紹介の動画でございました。道楽チャンネルでもね、こういったカメラの話、オールドレンズの話、そして、まあ、一番多いのはアメカジとかミリタリーものの服の話とか、大人のね男性の方に興味を持っていただけるような内容を発信しております。もしね、今回の内容ご興味があったり参考になったよということでございましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。道楽でした。